こいつ、俺の立ち回しやがって。え？お前言わんの？あれ？You cannot do yourself? And you go green? No! ふざけたやつです、こいつ！マジで！ Only one time, huh? OK? Only one time, huh? OK, OK. ということで、今日はね、はい。See you there. はい！タコアカデミーのゲロ吐き王子でございます。はい。どっか行きました。どっか行きました。どっか行った。ノックアウトです。ノックアウトです。お疲れ。大丈夫ですか？行きたいと思います。はい、ということでね、この間ね、ウェットグリップと一緒。まずこの僕が重要視してるのはね、このアンダーラップね。こういう形でね、このね一番のなんていうの、根元っていうの、根元をこうやってやっていきます。で、ある程度巻き終わったらしっかりこのままね、こういうふうに巻いていくと。で、シングルスなので大体まあここら辺でストップしてもらえればね、これまたもう一回戻るような感じで、これぐらいで多分大丈夫だと思います。はい、はい、次タオルグリップ巻いていきたいと思いますね。この間の主演君に続きね、ね、グリップ持ってこないで、ね、グリップ巻いてくれと、どうやって巻くんだとね、そうやってねふざけてやっつけたアカデミーにやりますよ。でもね、可愛いんです、これがまたね。ということで僕のグリップ使っちゃおうと思います。はい基本的にねシングルスなので、いつも僕が巻いてやり方はまずね、ここね、ここもまず先に閉じちゃいます。これ閉じちゃってそのまま巻いていくような感じで、ここね終わった後にここも閉じるとね、ちょっと俺っぽいでしょね、タコケンっぽいでしょ、はい、でこのままね巻いていくとね、このまま巻いていくとね、このままね、こういう風な感じ。久しぶりだな、タオルリップ巻いたの。こういう感じ、結構なるべくね、このね、ちょっとうるさいな、ごめんなさい、ちょっとねこうなるべくなるべくギリギリね、ちょっとここね見えるかな、ここね、ここイメージこういう感じでやってもらえると嬉しいです。でこういう感じで、どのぐらい前かな巻いたの、もう覚えてねえやだいたいここら辺でね、俺っぽいでしょ、はい、俺っぽくないこれ、はい、ね、でここでね、当時はもったいないですけど、ここをねハサミでチョキンとね切って、これをこうして、でね、この後にこうやって終わりたいんですけど、そうするとダメなので、できるだけ皆さんこう剥がしてください。できるだけ、できるだけこう取ってください。その理由わかるかな。たまにね、アンダーラップ、ここがね、全部アンダーラップについちゃうと、ベロンベロン剥がれちゃうので、すぐ、簡単に。なので、ここ全部ね、なるべく取ってもらえるように。あ、これぐらい大丈夫ですね。これぐらいあればもう大丈夫です。ちょっとでも、木の部分が見えたら、もうそのまま、こうしてもらえる。ね。これで大丈夫だと思います。ね。ここを剥がすか剥がさないかは、まあ人それぞれ。まあこれ、大体、いい感じじゃない？どう？どう、あとは彼の腕次第。 OK? 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 はい、 OK! はい、 OK、 はい、今日はねちょっとガットが増えちゃったんで、ちょっとねちょっと変わったガットの取り方じゃないけど、はい、参考になればいいと思うんで、ちょっとやってみたいと思います。今こういうガットが増えてますけど、見えるか、見える、見えない、ね、ガット見えない、切れてるところが多分染められてるとこっていうの、真ん中ら辺のちょっと上の横、これ切れてるの見えない、大丈夫です、大丈夫です、見えます、でね、こうありまして、こっちラケット近づいて、いい、目で、はい、見える、でね、こうなってるところのまずここから切っていってね、でここがね、全部ね、全部一向きに切っていきます。
これね、僕がね、中学生の頃かな、高校のね、先輩でね、これを編み出した人がいまして、まあみんなもしかしたらもう知ってるのかもしれないですけど、この切り方は、この切り方結構便利で、でこう一個ずつね、全部こう一個ずつ上げて切っていく、こうやってね、こうやってね、一個ずつ、見える？はい。ね、こうやって切っていくね。でこれが終わったらね、これ四つ角あるから、四つ角ね。ね、ここ全部指使ってね、こう全部こうでここね、かき集めていく。でね、こう4つのやつで一気に引くと、ね、これがね、全部一気に取れたことが人生今まで俺やってきた中で3回あります。あとは全部毎回こんな感じ。でもね、毎回一個取んなくていいから結構すごいと思うんですけど、もしあのね、よかったらやってみてください。大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい。はい。よし。今更帰れないよ。あの場所はどんな素敵な思い出も心にしまっておくべきなのさ。今でも思い出すよ。それでいいんだ、心配ないよ。歌えるよ、いつか帰るよ、僕だけの方。行く！ OK。